はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でござんす。今日もいたずらバージョンでお届けしようかな。毎回人生に役立つ情報を一発撮り一発読みで配信しております。早速本日のお題を読みながら共に学んでいきましょう。今日のお題は、憧れに向かって走ることは青春時代を走ること。こちらを今から読んでいきます。最近憧れを持っていますか？憧れに向かって走っていますか？すごいな、ああなりたいなという憧れがあると、それだけで心の中が生き生きしてきます。自分が一番すごいのだと思うのではなく、上には上がいることを知れば、自分の未熟さや小ささに気づくことになります。自分の未熟さを心得ているうちは、まだまだ向上心の余地があります。向かうべき目標憧れがあるからこそ、やる気が出てきて、どちらへ進むべきかが分かってきます。憧れに向かっている最中はまだ心が青い状態ですが、それこそが青い春である青春を意味しています。日本には甲子園という大きな野球の大会があります。日本全国から高校球児たちが集まり、日本一の野球校を目指し頑張ります。その甲子園に出ている球児たちは皆がかっこよく映っています。試合で勝とうが負けようが、一生懸命になって野球をしている姿はまさに青春しているさなかです。憧れに向かって一生懸命になっているうちは、いつでも青春時代を送っていると言えます。10代だけに限らず、40代の人でも50代の人でも同じことが言えます。青春とは年齢とは関係なく、心の状態のことを言うのです。憧れに向かって走っているとき、青春時代を走っていることとなるのです。今日の格言、憧れに向かって走る。確かにね、ウィンク、何かに夢中になって、なんか作業したりやってる時って、確かに青春、夢中っていうのは夢の中にいるみたいなね。だから夢中になっていると時間が過ぎるのが早かったりする。それは夢中、夢の中にいるようにいるからみたいなね、なんかで本で読んだ。そうですね、何か目標を立てて夢中になること、これを一生忘れなければ一生青春を送れるってことですね。はい、今日も勉強になりました。今日もご覧いただきましてありがとうございます。それでは手振ってもこれ手が出ない。またねー、ドロン。